リチャード・オースティン・フリーマンパンドラの箱まだチャップマンは箱を受け取りに来ないらしいね新聞の個人広告欄を見ながら私は言ったソーンダイクは顔を起こして「チャップマンって誰見せたまえ箱の持ち主だよ」 こないだ読んで聞かせた広告がまたここに出ているこう書いてある「S ・チャップマンの名義で当ホテル荷物係にお預けになった箱を1週間のうちに受け取りにおいでにならなければ費用を支弁するため売却します」「ケンントトト州スーークババーリー赤いライオンホテルバット1週間と言って脅しながらもう一月も前から時々出ているんだ」 最初の広告の期限が切れて3週間にもなるのにどうしてこのバットという人は箱を売ってしまわないのかなそれは多少は人のものを売るんだから気がとがめるのだろうそれだけじゃ費用というのが何のことやらまた箱の中に何が入っているのやらさっぱり見当がつかんソーンダイクは言っただがそれから23日して 私たちはジョージ・チャプマンと名乗る人の来訪を受けこの箱の説明を聞くことができた出し抜けの訪問を浴びながら彼はこう言った実は兄のサミュエル・チャプマンが今大変困ったことになっていましてその弁護士がソーンダイクさんに相談してみたらと言いますのでそれでお邪魔に上がった次第ですが兄は今 恐ろしい殺人の嫌疑で警察に監禁されているのです。それはお困りでしょう。どうしてそんなことになったのですはじめから詳しく話してみてください。ソーン大工は冷淡に言った。何もかもお耳に入れます。ただ困るのは、はじめから話そうと思っても、どこがはじめかわからんことなんです。 仕事の話もあれば家庭の話もあるんですがまず仕事の方から話しましょうか兄はいつも旅行するある宝石工場の外交員なんですが見本としての宝石はたくさん持っているんですが氷の時は少ししか持って出ません旅に出る時はいつもグランドストンバッグにそれを入れて出るのですしかし大部分は自分の家の金庫にしまっておいて 週末にに少しずつ取りに帰るのですところが二月ほど前に兄が家を出るときはいつもと違って金庫にある宝石を全部大きな木の箱に入れて持って出たのですどうしてそんなことをしたのかそれは私にはわからんのですがとにかく全部持って出たことは事実なんですそのあとのことと思い合わせるとこれは実に不思議なことなんですが 兄はフォークストンからほど遠からぬストークバーリという村へ行ってそこの赤いライオンという宿へ泊まって旅商人のための荷物係にその木箱を預けそれからその宿屋に23日投留するとロンドンへ出てきて自分の家を人に売るか貸す準備を始めたのです兄がロンドンへ着いたのは夕方でしたがその翌日になるとまず 最初の恐ろしい災難に遭いました。ある人気ない街を歩いていたら、歩道の上に女持ちの財布が落ちていたのです。兄がそれを拾って中を見ると、名も住所も書いていないので、じゅんさんに渡そうと思ってポケットに入れました。兄がバスに乗ると一緒に1人の立派な身なりの女が乗って、隣の座席に腰掛けました。 そして車掌が金を集めに来るとその女はポケットを探して急に慌てだして私の兄に向かって大声で財布を返してくれと言いだした無論兄はそんなものは知らんと言いましたするとその女はいや今確かに財布を吸っただからバスを止めて巡査を呼んでくれと言いだしました ちょうどその時巡査の姿が見えたので車掌はバスを止めてその巡査を呼び止めたのですそこで巡査が乗り込んで一とおりバスの床を探した後で兄とその女を警察へ連れていきました巡査がどんな財布かと聞くと女の答えるその財布というのは兄が宣告町で拾って今ポケットに持っている財布と同じものなので 兄は困ってししままいました。それですぐ兄は正直にありのままを話してその財布を出したのですが巡査が兄の言葉をそのままに受けなかったことは言うまでもありませんそこで兄は仕方なしに無理もなかったんですけれどつまらんことをやりましたどうにも言い開きができないのでどうせ刑罰になるだろうと思ってでたらめの名を言い 住所は言わなかったのですそしてその晩は警察に拘留され明くる日になると警察判事の前へ連れ出されましたが判事はその女や巡査の証言を聞くと兄の弁解は聞き入れず保釈はしないで中央刑事裁判所に提訴しましたそれから兄はブリクストンの刑務所に送られ後判が開かれるまで一月ほどそこで暮らしたのです やがて後半の日が近づくと妙なことに兄を告訴した女が下宿を出て行方不明になってしまいましたそれで警察も兄の言うことを幾分信用してくれるようになり兄は起訴棄却で釈放されたのです釈放された兄は駅で新聞を買ってロンドンへ帰る途中でそれを開いて読みましたその個人広告欄に目を通すと 意外にも自分の名が書いてある箱を取りに来いという広告ですか私は聞いたそうなんですではあなたもあれをご覧になりましたか大事なものが入っているので兄は気だけは焦りましたすぐ電報を打って明日の正午までに受け取りに行くからそれまで保管しといてくれ 保管料はお支払いするから、と言ってやりましたそしてその翌日というのは昨日のことなんですが昨日の朝早く汽車でストーク周りの赤いライオンへ行くと食堂へ入ってくれという食堂へ入るとそこに3人の巡査が待ち受けていて殺人の嫌疑で兄を逮捕したのです どうして兄に殺人の権威をかけたか。けたそれをお話しするにはその前に兄の家庭の事情を説明しとかなければなりませんお恥ずかしいことなんですが兄は妻でない女と同棲していたんですはじめ兄はこの女と結婚するつもりだったのですが56年一緒にいるうちに自分の妻にはできない女だということが分かってきました恐ろしい女なんですよ 恐ろしい過去を持った女です。全く手のつけられぬわがまま者でよく酒を飲んで喧嘩をしたり暴れ回ったりするのです元いかがわしい生活をしていたのでつまらんショーに出ていたらしいんですよ怪しげな女を兄のうちに引っ張り込んだり変な男と交際したりするみんなで何をやっているか見当がつかない 中でもギャンブルという男なぞは妻がありながら最も足しげく通っていましたさて兄はその女名前はレベッカ・ミングスというのですがこのレベッカと同棲しながら何年もの間まるで社会に背を向けたみたいなくすぶった生活をしていたのですがそのうちたちのいい女の知り合いができ 兄さえ将来有望の仕事にありつくならいつでも結婚するというのである日兄はレベッカとひどい喧嘩をした後で永久に縁を切るから家を出て行ってくれと言ったのですでも女はそれを拒みましたそしてドアの鍵を持っていて何度も勝手に家へ帰ってきては世間の笑いものになるような騒ぎをしますその最後の騒ぎの時は 兄が内側からドアに鍵をかけているのに外からその女が無理に入ろうと騒ぎ立てるので通行人が寄りたかりそれで兄もやむなくドアを開けてやったほどです家に入ったその女は数時間おとなしくしていました兄の家には通勤女中がいたのですがいつも3時になると自分の家へ帰ってしまうのです夜の10時になると レベッカはどこへ行くのかふらりと家を出てしまったレベッカが家に入るところはたくさんの人が見ていたんですが10時に家を飛び出すところは誰も見ていなかった知っているのは兄一人ですこれが悪かったというのはレベッカはそれきり行方不明になってしまって誰もそのあとの姿を見たものがないからです 女はその夜自分の下宿へは帰らなかったまるで空中で消えてしまったようになったのですがそれがそれがここでストーク周りの赤いライオンへ話を戻しましょう警官はレベッカを殺した嫌疑で兄を逮捕した時大体その理由を兄に話して聞かせたらしいですが 電報を受け取って駆けつけた私にもその理由を詳しく説明してくれました。よく聞いてみるとこうなんです。私の兄が赤いライオンに箱を預けてロンドンへ帰って2週間ほど経ったある日、荷物係がその部屋へ入ってみると、プンとその中から嫌な匂いがする。荷物係はいつまで経っても兄が受け取りに来ないので、 兄を疑って警察に届けた警察はすぐロンドンの警察へ連絡したのですが調べてみると兄の家は鍵をかけたままで兄がどこにいるのやらわからないそこで初めて土地の警察がその箱を開けてみたら中から女の左腕と血のついたキレが出てきた警察は早速例の広告をタイムズに出し 一方手を分かって方々の捜索を始めました聞いてみると兄はそのホテルにいる間近くの小川に釣りに行ったというので巡査たちはそこを探してみたんですがするとその小川から箱に入っていた片方の右腕それから女の足が1本3つに切ったのが出てきたのです 箱に入っているのがレベッカの腕であることはすぐに分かったのですというのはその腕に心臓を矢が貫いた入れ墨がしてあってその上にレベッカ・ミングスの頭文字 RM という名を書き下に誰の中 JB と書いてあるからです23人の人に聞いてみたら生前のレベッカの左腕にそんな入れ墨のあったことはすぐわかりまた 数人のの者に密かにそか切断したた腕を見せたら彼女の腕に違いないと言いましたそれからいろいろ聞き合わせているうちに今お話ししましたようにレベッカが兄の家に入ったことが明らかになったので早速警官が兄の家へ入って捜索したのです捜索の結果はソーンダイクは聞いた それは私には分かりませんでも何か分かったのでしょうストークバーリの警官は私に対して丁寧で親切ではありますが捜索のことは何にも話してくれませんしかし検視尋問の時になればそんなことは自然にわかると思っていますで話はそれだけなんですかソーンダイクは聞いたそうです 知っているだけのことは話したつもりです。私は自分の意見は何も言いたくないしまたあなたにこの話を信じてもらえるとも思わんですただ私が知りたいのはこの弁護を引き受けてくださるかどうかということなんです弁護人が兄の無罪を信じてくださらなくても陪審員さえ信じてくれればいいと私は思うのです私は弁護士じゃないです また自分で有罪だと信じているものを弁護することもできませんね。私にできることは取り調べだけです。取り調べた上であなたの兄さんが怪しいと思ったらすぐこの事件から手を引きます。弁護してもらいたいなら弁護士のところへ行ったらいいでしょう。しかし取り調べた上で無罪と分かればその時は私が弁護に当たります。どうです もろん取り調べていただきたいですよ取り調べていただいた上で兄に不利な証拠がたくさん出てきたらそうなったらいくら弁護しても仕方のないことですあるいはそんなことになるかもわからんです取り調べに取りかかる前に一つ二つ聞いておきたいことがあるのです兄さんは箱の中から女の腕が出てきた時どう弁解しました宿屋の誰かが、 箱の中から宝石を盗み出し代わりに腕を入れたのだと言いました帳場で鍵を借りさえすれば誰だって荷物部屋へ入れるわけなんですまあそうでしょうな次にその箱を開けた人のことですが誰かレベッカを亡き者にしたいと思うような人があったのですかいえとチャップマンは答えた レベッカを憎んんんででいたた人はたくさんあるんですけれど、亡き者にしたいとまで思っていたような人はもしあったとしても兄一人ぐらいなものでしょうあなたはさっきレベッカが特別に親密にしていた男があったと言いましたが2人の間で喧嘩や仲違いをするようなことはなかったのですかギャンブルーですかいいえギャンブルーはあの女と仲がよかったのです それに2人の間には何の義務もなかったのですからギャンブルの方で嫌いになったら殺したりしなくったっていつでも振り捨てることができたわけなんですその男についてあなた何か知っていますかソーンダイクは聞いたよく知らんのですが一種の不老人でいろんなことをやったらしいですニュージーランドにいた時なんか 人間の頭をくすべたのを物好きな収集家や博物館などに売りつけていたこともあるぐらいですでにいろんなことの経験を積んでいるんですチャプマンはにやりとした。でも人間を切り刻んだ経験はないでしょうくすべた首というのは昔人間の首を集めていたマオリ族が作ったのでしょう そんなのが博物館にありますよ。しかしあなたも言われるようにギャンブルには殺人の機会はあったが殺人の動機はなかった兄さんの方には機会も動機もあったわけです兄さんは殺すなどと言ってレベッカを脅したことがあるんですかいかんながらそれがあるのですしかも人の見ている前で 何度も殺してやると言って怒ったことがあるのです無論口ではそう言っていても本当はおとなしい人間なんですから腹からそう思ったんじゃないのですけれどバカらしいことを言ったもんですこんなことになってみるとバカらしいことですよろしいソーンダイクは言ったでは調べてみて後でその結果をお知らせしましょう 今のところ少々厄介なな。問題らしいいですす。それは分かっています私としてはただ最善を希望するだけですそう言ってチャップマンは立ち上がり名刺入れから名刺を1枚出してテーブルの上に置き憂鬱な顔で握手してすぐすぐ部屋を出て行った2人になると私は言った。 外観だけで判断することははでできないが、これは今までの中で一番絶望的な事件だ。この事件に結末をつけるにはただチャップマンの家の中から女の死体の残りの部分を探し出しさえすればいいわけだいやもうその結末はついているのかもしれないよ死体の残りは探すまでもないことで今までに分かっていることだけで 陪審員は有罪の評決を下すに決まっているただ問題は外観が果たして真実であるかどうかということだ真実であるならいくら弁護してみてもつまらないまず君はストーク周りから調べていくつもりなんだろう私は聞いたそうあそこへ行って今の話が真実かどうか調べてみよう もし真実なら施すべき手がないぐずぐずしていると死体がロンドンの検視官の手に入ってしまうなるべく元の形で調べたいから今日の仕事はほっといてすぐストークバーリーへ行くことにしよう行く前に警視庁へ寄って死体や現場を見る許可を受けるんだねそれから数分たつと私たちは出発の用意をしていたそして 大夫が例の調査箱に必要な品々を詰め込んでいる間に私は実験室の助手ポールトンに留守中のいろんな注意を与えたそれが済むと汽車の時間表を調べて川岸へ出た警視庁で私たちの友ミラー警視を訪ねるとはや一足先にストークバーリーへ行ったという返事だったのでいささか不安は感じたが 大急ぎでチャーリングクロス駅へ駆けつけると危うく記者に間に合ったストークバーリーへついて切符を渡して気持ちよく駅を出ると急にソーンダイクがクスクス笑い出した不思議に思って彼の顔を見るとミラー君は僕らが来るという電報を受け取ったらしいどうやら監視付きということになりそうだ彼が見ている方向に目をやると なるほどミラー刑事がこちらへ歩いてくる妙な顔で笑ってわざと意外だというようなふりをしてああこんなところでお目にかかれようとは思わなかったですでも今度の事件でおいでになったのじゃないのでしょうどうしてですソーン大イは言った調べたってダメだからですよ こんな事件を調べたってあなたは時間を潰すだけそして名誉を落とすだけですこれは内緒だけれども知らせてあげますがねもうロンドンのチャップマンの家も捜索済みなんですもう有罪と決まっているようなもんだから家宅捜索などに手数をかける必要はなかったのですがそれでも確実の上に確実を期したいと思いましたのでね 家から何が出てきたのです孫恩大工は聞いた寝室の戸棚から3分の1ほど使って3分の2ほど残った大きな火ヨシの錠剤の入った瓶が出てきたのですしかし何に使ったかわからないからそれは必ずしも大した証拠とは言えないところが地下室へ降りてみるとなんだか変な ちょっと墓場みたいな匂いがするんですよそこで辺りをよく見ると床にデコボコと石を敷いてあるデコボコしていても敷石を動かした形跡はないその敷石を一つ一つ剥がしてみるわけにもいかないのでバケツにいっぱい水を汲んでざっとその上に流してみたんですすると他の敷石には水がたまったのに 真ん中の一つはすぐに水を吸い取ってしまった私はその石を怪しいとにらんでこの石の下の土はやわらかいと言ったのですそしてすぐ部下の巡査と一緒に徹底でその石を起こしてみたすると果たして大きな敷布の包みがそこに埋めてあったまあ汚い話はやめましょうか あなたが気の弱い人とは思わんが手短に言って人間の死体の一部が出てきたんです骨もありましたかソーンダイクは聞いたいや腹綿と前の方の皮膚だけすぐそれを警視庁の専門家に送って鑑定してもらったら年齢は35ぐらいレベッカと同じ年ですよ 内臓を解剖してみたらたくさんのヒヨシンの反応が現れました致死量以上のヒヨシンですお分かりですかだから被告を弁護しようというお考えだったら今のうちに中止なさった方がいい秘密の情報を提供してくださったことはありがたいですまだ弁護するかどうかは分かりませんが今の情報は大変参考になります 私はただ、弁護の余地があるかどうか、それを調べに来ただけなんです。せっかく来たんですから、調べるだけは調べてみたいです。死体はどこです死体借り置き場なんですかね。私が鍵を持っていますから、これからご案内しましょう。村はずれを私たちは通り抜けたのだったが、それでもぞろぞろ見物人が後からついてきて、ミラーが借り置き場に私たちを案内して、 後にドアを閉めるまで彼らは私たちのそばを離れなかったミラーはスレート台の上に防腐剤の臭いのするキレをかぶせたものを刺しあれです。私はもうたくさん。そう言って部屋の隅に退きパイプに火をつけたキレを払いのけて現れた切断された死体は野蛮極まる犯罪を想像させるだけで 操作の手がかりになななるようなものは見つからなからった切断の仕方は乱暴で不手際だった中世の若い女であることはすぐ分かった最も人の興味を引いたのは脳のように白い左腕でそれには金星のとれた心臓を矢で貫いた入れ墨を施しその上に RM の頭文字その下に JB の頭文字を書いてある。 文字は格好のよい半インチぐらいのローマ字で縦棒の上下の細かい線まで入れてあって心臓や矢もよく描けている私は象牙のような皮膚に浮かび出した青黒い入れ墨を見ながら「JB というのはどんな男だろう?」「この男の前や後ろに何人の男がいるのだろう?」とそんなことを考えたがそのうち興味も薄らいだので ミラーのそばに退いて腰をかけた君の悪い出来事ではあるしいくら考えてもダメのように思われたのでそれ以上考える気になれなかったのであるソーンダイクはけれども私とは違ったことを考えているらしかっただがそれはいつもの彼の癖で彼はいつでも何か調べ始めると今まで人から聞いたことは全部忘れてしまって 最初からやり直しのように徹底的に見ていくのであるこの日の騒音大ダがちょうどそれでまだ誰の死体とも分からぬ死体を調べているような調べ方だったいちいち彼は寸法を測って皮膚や断面を一つ一つ見ていった指は一本一本調べた上で陰気のパッドにローラーを出して一本ずつ指紋を取った 精巧なコンパスを出して入れ墨の各部の寸法を測り次に普通のレンズでそれを調べその後で強度のコリントンレンズで覗き込んだ彼は病院で講義する時「どんなことでも自分で試さないで受け入れてはならぬ」「一つ一つよく自分で吟味した上で虚心で受け入れなければならぬ」とよく言うが この言葉を彼ほど実行する人間はないのだ。レンズで入れ墨をのぞくソーンダイクを見ながらミラーは小声で私にささやいたあの人は何でもかでもレンズですなロンドンの議事堂を誰かが爆破してもソーンダイクさんはレンズでお調べになるでしょうね20フィート離れたところからでもわかる入れ墨をあんなにレンズでのぞく必要があるでしょうか そんな批評に頓着せず孫ダ大工は余年なく調査を続けたテーブルの上の気味悪い手足を調べ終わると今度は窓際のベンチの上に置いてある木の箱に注意を向けその箱を手に取って裏や表を見たり黒っぽい灰色のペンキを指でなでてみたり蓋に白ペンキで書いた「SC」という頭文字の寸法を測ってみたりした。 蓋の裏に貼り付いた小さい真鍮板に押した製造者の名や城の製造者の名まで手帳に写し取りそれから蓋を開ける時に無理に木から抜き取ったらせん釘も精細に調べたしばらくすると彼は手帳をしまい調査箱を閉じ部屋の隅に座る私たちを振り向いて調査の済んだことを告げ「赤いライオンはここから遠いのですか?」と言った。 三四分で行けます。私がご案内しますけれど、ね、しかしソーンダイクさん行ってみたところが無駄ですよミラーはそんなことを言いながら死体仮置き場を出てドアにピンと鍵をかけチャップマンの言うことなんか点で問題にならんですよ誰かがカバンに人間の手足を入れて持ってきて宿屋の荷物部屋でそれを開けて また木の箱を開けて、その内容物を入れ替えるというようなゲートが、いつ誰が入ってくるか分からぬ部屋でできますかねそこへ誰かが入ってきたらどういうつもりなんですいやあ、こんにちは。あなたは誰かの手を持っておいでになりましたね。と一人が言うと、チャップマンが、これはカカアの手らしいのです。そそっかしい女だから。 カバンを閉めるとき手だけ中へ入れてしまったんでしょうへっそんなバカなことがありますもんか第一チャップマンの箱を開けようったってそうやすやすと開くもんじゃない私たちでも開けるのに骨を折ったぐらいなんですとても上等な情がついているんですだから蓋を壊して開けたんですけれどそれ以前に壊した形跡はなかったです だから今の見込みが崩れる心配はないんですでもあなたはどうとでもお考えになるがよろしいこれが赤いライオンです戸口に立ってニコニコしているのが亭主のバットですミラーの最後の言葉を聞いた亭主は機嫌よく微笑したソーンダイクの来意を聞くと彼は別室に案内して飲み物を命じたソーンダイクは飲み物を辞退して 私はチャップマンが言ったように荷物部屋で箱の中のものを入れ替えられるかどうかそれを確かめさえすればいいのですえいそんなことはできません亭主は言ったあの部屋はみんなが使う部屋なんですから昼のうちは誰が入ってくるかわからないだから昼はいつも鍵をかけずに置くんですよ お客さんは大抵なじみの人ばかりですしそれに荷物も商品見本のようなものばかりで大切な品物はありませんですから昼間は心配ないのでドアを開けといて夜だけ鍵をかけるんですそんならチャプマンが宿を出てから箱の中のものが発見されるまでの間に誰か泊まりに来た人がありますか あります。ドーラーさんがお泊まりになったので大型トランク2つとスーツケース1つをあそこに入れたです。それからマースチン夫人も泊まりましたがこの方は小さい平たいトランクを1つと帽子箱それから服の入る大きなバスケット夫人方がよく持つあのバスケットですよ。 それから男の方がもう一人これは今名前を忘れたんですが宿帳を見ればすぐわかりますこの人は大きいカバンを2つあそこへ持って行きましたどうです宿帳をご覧になります見せてください孫大工は言った亭主が宿帳を持ってくると彼は 名前や荷物のことを手帳に書き留めたさてあなたのことですから今度は荷物部屋をご覧にならんと承知できないんでしょうミラーは言ったご洞察には恐れ入りました仰せの通り今度は荷物部屋を見せていただきましょうけれども荷物部屋に入ったら別に見るべきものはなかった鍵はドアに差し込んであったが そのドアは大きく口を開けていてそこを入ると小さい部屋はポートマントトランクグランドストンバッグなどが乱雑に取り散らされている霧で他には何もなかったただ注意すべきことはその部屋はリノリウムを敷いた廊下の一番端にあるので物置にいる人は外から人が近づくとすぐ足音が分かることだっただが 他のいろんな状態から判断してこの発見に大した価値があろうとは思われなかった。というのは犯人は死体の一部を箱に入れる前にまず箱の中の宝石を出さねばならぬがもしそんな瞬間に誰かが部屋に入るとたとえ死体を発見されないにしても宝石泥棒ということになるだからそんな手数のかかる冒険をするはずはない。 私たちが階段を降りかけるとソーンダイクは聞いたこの事件の中心人物チャプファンは今どこにいるんですこの村にいるんですかいますよとミラーは答えたどこで検視尋問が行われるかそれが決まるまで村の警察にコーしておくことになりました会ってご覧になりますか ではこれから警察へ行ってみんなに紹介しましょうそれが済んでからまたここへ帰って食事をしてそれからお帰りになったらいいでしょう聞いていた私はすぐミラーの提言に賛成しソーン大イもそれに同意したので一同はすぐ警察署に足を向けたミラーの説明によると村の警察署は地方刑務所と一緒になっているとのことだった 警察へ着くと私たちは別室に通されたまもなく一人の警部補がしばらく顔にカミソリを当てぬ青白いやつれた男を連れてきたが私たちはその顔をちょっと見ただけで先日来た弟によく似ているのですぐチャップマンであることを知ることができた警部補はチャップマンを紹介するとミラーと一緒に部屋を出て外からドアに鍵をかけた 彼らがいなくなると早速ソーンナイクは彼の弟から調査を頼まれたことを早口に述べたところでチャップマンさん私の弁護を希望なさるんでしたらあなたは会ったことは何もかも話さないといけませんよもしあなたが知っていることで弟さんが話さなかったことがあるなら隠さずにそれを話してもらわんと困るチャップマンは力なく頭を振った あなたが知っていらっしゃることより他私は何も知らないんです何が何やら自分でも見当がつかんのですこんなことを言ってもあなたは信用してはくださるまいこんな悪い証拠ばかり揃っているのに誰が信用してくれるもんですかしかし本当のことを言いますが 私があの箱を宿屋へ持っていった時には実際宝石だけが入っていたのですそして宿に預けてからは一度も開けたことがなかったのです誰かレベッカを殺したいと思っているような人があったですかそんな人を知らんですか知りませんね とチャップマンは答えた。あの女は私と一緒だった時随分ひどい生活をやりましたがそれでいて友人間の評判は良かったのですそれに愛嬌もあり体格のいい美しい女で背の高さは5フィート7インチもあり顔色もよく綺麗な金髪をしていました ですから怪しげな仲間とは交際していてもみんなからかわいがられて敵なんか一人もなかったと思うんですあなたの家からひよしんの瓶が出てきたんですがあんなものを使っていたんですかあれは神経痛だった時に買ってきたものですでも使わずじまいでした 医者に相談したら歯医者に診てもらえと言ったからですそれでとうとう瓶は開けないままでした百粒は入っているはずですそれからあの箱なんですがあれはいつごろから使っているんですいつごろといって六か月ほど前ホルボーンのフレッチャーの店で買ったばかりです他に 私に話したいと思うことはないですか？ありません。あるといいのですが。何もないのです。チャップマンはしばらく考えていたが、熱心にソ騒音大工に目を注いで。あなた私の弁護をしてくださるんですか？だめなような気がするんですが。でも。 できるだけの弁護は一応してみたいと思うんです私はソーンダイクに目を向けた条件付きの用心深い返事をするだろうと思っていたのに意外にも彼はこう答えた何もそんなに悲観する必要はないチャップマンさん弁護は私が引き受けます必ず無罪になりますから安心していらっしゃい この驚くべき返事を聞いた私は警察から宿屋へ帰る道々それからそこで食事をする間いささか自分の警察を反省しないではいられなかった私は何か大変なものを見逃したに違いない用心深いソーンダイクは軽々しく約束なぞはしないはずそのソーンダイクがチャップマンに約束したのを見ると何か確実な証拠を見つけたのであろう 私にはそれが何であるかかか少しもわらなかった。ミラー警視も想像に苦しんでいた食事中ソーンダイクは今後の方針などに関して何も言わなかったミラーがどうかしてそれをソーンダイクの口から聞こうとしたが無駄であった彼が停車場まで私たちを見送ってきて私たちの汽車が動き出した時プラットフォームのミラーは煙に巻かれたような顔で 後頭部を片手でいいていた記者が駅を離れると私は聞いたどうして君はチャップマンに釈放されると断言したの僕にはとてもダメのように思われるんだがソーンダイクは笑いもしないで私を見たジャービス君僕の見たところでは君は心を開いて巨人に観察することを忘れているようだ。 外観に惑わされちゃいかん。外観の影に隠れた可能性を洞察することが肝心だその上君はいつもの鋭い注意を向けることを忘れているもし君がチャブマンの弟の話をもっと気をつけて聞いていたらその中に大変珍しい意味深いことが含まれていたことに気がついたはずなんだまたあの切断した腕をもっと気をつけて見ていたら チャップマンの弟の話と考え合わせて面白いことに気がついたはずなんだチャップマンの弟はギャンブルという男がニュージーランドでマオリ族の燻製にした首を取り引きしていたとか言っていたねしかしあれに対した意味はないだろうあの時君も言っていたようにそんなものを取引きする人間が自分で人間の首を切るわけじゃないんだからじれったうにソーンダイクは頭を振った。 何を言ってるんだいそんなことは問題じゃないよ死んだ人間の首を切るくらいどんなバカだってできるじゃないか僕の言うのはあのチャップマンの弟の話をよく考えてみるならチャップマンの兄がレベッカを殺しその死体をこま切れにしたという説の反対の説が成り立つということなんだそしてその説はあの女の腕を見るに及んで一層確実なものとなった 君だってチャップマンの話を思い出してその意味を十分考えてみたらそのくらいのことは気が付くと思うんだだがソーンダイクの考え方はあまりに楽観的であった私はその日もその次の日もチャップマンの言葉を思い出しその意味をいろいろ何度も考えてみたが考えれば考えるほど周囲の状況が被告に不利で絶望的のように思われ出した 何の行動もソーン大工は開始しなかったので検視尋問の日を待っているのだろうと私は思ったもっとも2人で市の中心地区へ行った時彼は私1人をクイーンビクトリア街に残してバーデンという錠前へ行ったことがあるがそれはストークバーリで見た錠前について何か研究しているのだろうと解釈したそれからまた私たちの実験室の助手ポールトンが 頭に山高帽手に雨傘とカバンといういでたちで外出するのも見かけたがこれも多分事件について何かを調べに行くのだろうと思ったそれで言ってソーンダイク自身の口からは何も聞くことができなかったカマをかけるように彼の意見を引き出そうとすると彼は例によってお決まりの返事をしたジャービス君 すでに君は知るべきことは知っているのだチャップマンの話も聞いたし死体のこま切れも自分の目で見たのだだから何か意見があるならそれを聞かしてくれそしたらそれについて議論しようただそう彼は言うだけだったそして私には警察と同じ意見より他に意見もなかったので従って 彼と議論することもなかったわけであるまだどこからか肉片が出てくるかもしれぬという観測があったので検視尋問の日取りはのびのびになっただがいよいよ2日後に検視尋問が開かれるというある晩私は騒音ンイクが来客のために部屋の準備をしているのを見た小さいテーブルを囲んでいつもより多くの腕椅子を置き テーーブルのの上にはサイイフォンやウイスキーの瓶、それから葉巻の箱などを並べてあったそんなことは珍しいことなので不思議そうに私はソーンダイクの顔を見たすると彼はこう言うのである「今夜はミラー君が来るはずなんだもう来るだろうチャップマンに関する調べがやっと済んだのでミラー君の前で持ち札を並べてみようと思うんだ」 そんななことをして大丈夫なのかね有罪を確信しているミラー君が君の言うことを反駁したらどうするその心配はない反ばしようったってできないんだよまた見当違いな意見を抱いている人たちの後半を黙って見ているわけにもいかんだろうミラー君が来たようだ興奮しているだろう事実彼は興奮していた いつもだったらすぐハマキを出すのだが、椅子に腰掛けるとすぐポケットからソーンダイクの手紙を出し、冷静と座るソーンダイクの顔を見ながら、お手紙を読みましたが意味がわからんのです。あなたはチャップマン事件の真相を話すと言われますが、真相はすでに私たちも知っているのですからね。あの男が有罪であることは間違いない。 今までにどんな事実がわかっているかといえばまず死体がレベッカであるということそしてその死体の一部はチャップマンが赤いライオンへ持ち込んだ木箱の中から出てきた一部は彼の家で発見された死体が飲んでいたのと同じ劇薬が彼の家から出てきたそしてこの死体はチャップマンがいつもから 多くの証人の前で殺すと言って脅していた女の死体であったこんなたくさんの事実を動かすことはできないでしょう行きまく探偵をソーンダイクは穏やかな微笑で眺めた私の考えを一口で言いますとねミラーさんあなたは違った人を逮捕し違った箱を開き違った死体を発見したんですよ 雷に打たれたようにミラー啓示は驚いたがそれは無理もないことで実は私も同じように驚いたのであったあまり前へ乗り出したのでミラーは椅子の端に腰を乗っけた形となりしばらくは物も言わずにぼう然とソーンダイクの顔を見つめていたがだってそんなことはないですよそんなバカな話があるもんですか まず死体のことですがあなたはあれがレベッカでないとおっしゃるのそうですレベッカだったらもっと大きいですよ5フィート7インチもあるんですものこの女は4フィート4インチしかないええバラバラの死体を見て何インチというような細かいことがわかるんですかそれにあなたは入れ墨のことを忘れていらっしゃるようです 入れ墨を見ただけでもレベッカであることはわかるじゃありませんかそう入れ墨でわかるのですここが大事なところなんですよレベッカ・ミングスは左の前腕に入れ墨をしていたけれどこの女にはそれがない入れ墨がないそう叫んでミラーはまた体を前に乗り出したが それは今にも椅子から落ちるかと思われるほどの姿勢だっただってあなたはあの入れ墨をご覧になったじゃありませんか私は女のことを言っているんです死体のことを言ってるんじゃないのですソーンダイクは言うあなたが見たのは死後に施した入れ墨なんですよそして死後に入れ墨を施したということは 生前に入れ墨がなかったということなんですええー、またミラーは叫んだこりゃ一本参ったしかし死後の入れ墨というのは間違いないですか間違いないです強度のレンズで見ればそれがよくわかるのですあなたも知っていられるでしょうが入れ墨というものは皮膚に墨をすりつけておいて 鋭い針でそれを皮下に染み込ませるわけなんですが生きている皮膚なら針の穴がすぐ癒着して跡がなくなるが死んだ皮膚はいつまでたっても穴が残ってそれがレンズで見るとよくわかるのですあの腕の入れ墨はよく陰気を洗い落として後で何か滑らかなものでこすった形跡はあるが穴はそのままでその中にまだ陰気が残っているのです これは意外だ。私は死体に入れ墨をしたという話はまだ聞いたことがないそれはないでしょうしかしそんなことをしょっちゅうやる人間があるのですそれはマオリ族の首を売買する商人なのですどうしてそその商人はんんなことをするんです。るでミラーは聞いたマオリの首には、 んに入れ墨してあるのが普通なんです。そして首の値段はその入れ墨の精巧さによって決まるのですだから商人は不完全な入れ墨の首には自分で入れ墨を施して売りつける時によると入れ墨のない首を仕入れてそれに入れ墨を施しますそうですかねえミラー・ケイは笑った。 世の中にはひどいやつがあるもんですな、ねえジャービスさん。私は口では曖昧な返事をして同感の意を漏らしたが、心ではソーンダイクと同じようにチャプマンの話を聞きながら、その中の手がかりをつかみやなかった自分を悔しがらずにいられなかった。次は箱の問題です。どうしてあの箱が違っているとおっしゃるのですか。ミラーは聞いた。 箱の違っていることを証明するのは入れ墨よりもっと優しいのですチャプマンの箱はホルボーンのフレッチャーが作ったのですチャプマンがそれを買って自分の頭文字を書いたのは4月9日です私は店の帳簿を調べたんですから間違いはないですそしてその箱の錠はクイーン・ビクトリア街のバーデンという店で作ったのですが高い異常なので の一つ一つに番号が刻んであるところがあなたのお開きになった箱の情の番号は五0 0七でバーデンの店の帳簿を調べてみると七月十三日にフレッチャーの店へ売ったことになっているですからこれはチャップマンの箱ではないそうですなミラーも同意したしかし チャップマンの箱でないとなると誰の箱ですかねそしてチャップマンの箱はどこへ行ったのですそれはたぶんマースチン夫人が自分の服を入れるバスケットの中に入れて持って逃げたんでしょうソーンダイクは言ったマースチン夫人と言ったらどんな女ですケイシは聞いた元レベッカと名乗っていた女です 生きているんですか。ミラーは倒れるように椅子の後ろに持たれて息をのんだこれは驚いたひどいやつだしかし自分の死体のこま切れを持ってきて宝石を代わりに持って帰るとはこれは恐れ入った気持ったまですなでそのこま切れは誰の死体なんですそれは今話しますがね 今監禁しているチャップマンを一時も早く釈放しなければなりませんよそうですともあの箱がチャップマンのものでなく死体がレベッカでないとすりゃすぐ手続きを取らねばならんですしかしチャップマンの家の地下室から細切れが出たのはどうしたんでしょうそれにはこの事件全体の様相を考えてみると自然にわかるのじゃないかと思うんです まあ考えてごらんなさいあの箱がチャップマンのものでなければ誰かその持ち主があるんですチャップマンがストークバーリの事件に無関係だとすれば誰かがそこに登場すればならんそれと同じようにあれがレベッカの死体でないなら誰か行方不明になった女がいるんですよだからここで事件全体のことを考えてみましょう まず最初に財布をすったという騒ぎがありましたがあれが計画的に行われた陰謀であることはすぐわかるでしょうでは何が目的であんなことをしたのだろうそれはストークバーリの宿屋で箱の中の宝石と女の死体を寸断したものをすり替えなければならなかった小川にもその寸断したのをばらまかねばならなかった それにはチャップマンが邪魔になるのでその間だけチャップマンを警察に交流してもらうのが目的だったのですでは財布の持ち主だった女あの女以外の誰がこの陰謀の立案者でしょう考えてみると彼ら犯人を1人以上と仮定してはレベッカの入れ墨の正確な模写に成功しているんですから レベッカをよく知っている人間に違いないそれからまた死体に入れ墨する術も知っているのですまたチャップマンの家にも入ることができたそれからまた女の死体を所有しているのだからある一人の行方不明になった女とも関係がなければならぬではそれらの条件を満足させる人間は誰でしょうそう考えてみると、 レベッカという女はまさか自分で自分の入れ墨を移したのじゃないでしょうがとにかくこの条件にはかなうしまたチャブマンの家のドアの鍵を持っているのでいつでも勝手な時に家に侵入することができるそれからまたこの女にはギャンブルというごく親切な仲間があるがこのギャンブルは元マオリ族の首に入れ墨したことがあるので死体に入れ墨を施すのはお手のものです そして私が調べ上げたところではギャンブルが同棲していた女はごく最近に行方不明になっているんですですからこの陰謀を考えこの陰謀を行ったと考えられる人物が2人あるわけなんです次にこの事件を時間的に順を追って考えていますかなチャップマンがストークバーリから帰ってきたのが7月29日 スリの件儀で逮捕されたのがその翌日30日その次の31日には起訴されることになったギャンブルのサイ君が田舎へ行ったのは8月2日もっとも田舎へ行ったとはいうものの誰もその姿を見たものはないそしてレベッカがマースチン夫人と名乗ってストークバーリの宿へ来たのが8月5日でこの女は 7月13日から8月8日までの間に買い求めた箱に女の腕を入れて持ってきたその箱を警官が開けたのは8月14日そしてチャップマンの家から切断した肉片が出てきたのは18日ですチャップマンがプリグストンから釈放されたのは27日ストーク・バーリの殺人容疑者として再び逮捕されたのは28日 どうですこうして日にちばかり並べて考えてみると面白いじゃありませんかなるほどまるで何かの感情書きのようですなところでギャンブルを逮捕せねばならんのですがその男が今どこにいるか知っていますか下宿へ行ってみたところがいやしませんよあの男も田舎へ出かけたそうです 下宿の主人があの男からもらった小切手を銀行へ持って行ってみたらすでに全部の金を引き出した後だったそうですそれなら私も田舎へ行かなくちゃならんのかなミラーは言ったそれから4か月ほどたったある朝タリーザ・ギャンブルを惨殺したギャンブルと レベッカの後半記事の載った新聞紙を下に置きながら私はソーン大工にこう言った「おいソーン大工ク君、大いに君は喜ばなくちゃならんぜギャンブルに死刑レベッカに15年の刑を言い渡した裁判官はこの犯罪を調査した警官の名便と偽の入れ墨を看破した鑑識官の技量を褒めている」 君はこの事実をどう思う裁判官に相当した鑑識を示したと思う。ソーンバイクはそう言って、